プッシー・ライオットは、ロシアのフェミニスト・パンク・ロック集団、アクティビスト。許可を取らずに、モスクワ地下鉄や赤の広場で、即興演奏をすることを特徴としている。バンド名は、プッシーの反乱の意。2012年3月、モスクワの救世主・ハリスト世代聖堂で即興の無許可演奏を行い、メンバー3人が逮捕され、フーリガン,ン行為のトガで7月下旬から裁判が始まった。 バンドのメンバーは、拘束中の虐待や、最長7年の刑が下る、可能性のあることを訴えて、ロシア国内外からの同情を集めたが、他方では信仰心の厚い人々の感情を害したとして批判もされた。アレクセイ・ニキホロフ連邦検察官は、神を冒徳したとして3人に実刑を求めている。プッシー・ライオット側の弁護士たちは、この裁判の状況が、 ソ連時代の見せ物裁判を再現するものであると述べている。2018年の FIFA フフワールドカップロシア大会では、ルジニキスタジアムでのフランス VS クロアチアの決勝戦中に観客席からピッチ内に乱入する騒ぎを起こした。プッシー・ライオットは寒さの厳しい天候の時も演奏中もインタビューに応じる時も鮮やかな色のドレスとタイツの衣装に目出し帽で顔を隠しており、 インタビューには常に偽名で応じている。この集団は10人ほどで演奏を行うが、これとは別に15人ほどが技術面の裏方や、インターネットにポストされる、ビデオの撮影、編集などを行っている。グループによれば、パンクロックやオイのバンドであるエンジェリック・アプストルツ、コックニー・リジクツ、シャム69、エラ、ザ・ヨン・スキンズから最も重要な、 音楽的インスピレーションを受けているという、また、アメリカ合衆国のパンクロックバンド、ビキニキルや、1990年代のライオット、ガールムーブメントにもインスピレーションを受けている。プッシーライオットによれば、私たちと共通しているのは、軽率な原稿、政治色の強い歌詞、フェミニスト的言説の重要性、非標準的な女性イメージといったところだという。 旧聖書ハリストス大聖堂の内部2012年2月21日、ウラジーミル・プーチンが再選された大統領選挙への抗議活動の一環として、グループのメンバーである3人の女性たちが、モスクワのロシア正教会旧聖書、ハリストス大聖堂を訪れ、十字を描いて、イタリ聖書前のソレヤと呼ばれるスペースに上がり頭を、垂れてから、を歌い始めた。一部もしないうちに、 彼女たちは警備員によって建物の外へと連れ出された。この様子を捉えた映像は後にこの曲のビデオクリップに使用された。この曲の中で彼女たちは手男スにあたるロシア語ボゴロディーツァにプーチンをやめさせてと訴えている。この曲の歌詞はモスクワ総主教キリル一世のことを神よりもプーチンを信じているように描いたものだった。総主教は 選挙戦が始まる前から大統領候補としてプーチンを公然と支持していた。2012年3月3日、プッシー・ライオットのメンバーとされたマリア・アリョー・ヒナとナジエジダ・トロコンニコワがロシア当局に逮捕され、二人はフーリガン行為のトガで訴追された。当初二人はグループのメンバーであることを否認し、交流により幼い子供たちから引き離されたことに抗議し、 4月に裁判が始まる前には、ハンガーストライキも行った。3月16日に、もう一人、それまでこの事件の目撃者として、取り調べを受けていたエカチェリーナ・サムチェビッチが、同様に逮捕、訴追された。6月4日、彼女たちは2800ページに及ぶ、起訴状により正式に起訴された。7月4日になって、彼女たちは、突然、 7月9日までに弁論準備を終えるべしとの告げられた。これに対して彼女たちはハンガーストライキを宣言し、事実上2日間では裁判の弁論準備には不十分だと主張した。7月21日、裁判所はさらに6ヶ月の高知延長を認めた。拘束されたプシー・ライオットの3人のメンバーは政治犯救援組織、ゼーゼーから政治犯と認定された。 アムネスティ・インターナショナルは、ロシア当局の反応の厳しさを理由に、彼女たちを、両親の囚人と認めた。ロシア国内ではさらに厳しい見解が、大々的に表明された。3月21日、モスクワのリザ・パラジェーニア教会の生態礼儀において、モスクワ総主教キリル一世は、プッシー・ライオットの行為は、冒涜的であるとし、悪魔が、私たちすべてを笑いのにしている。 偉大な祭壇の前で嘲笑することが許されるなら、人気歌手のアーラップガチョアが女性の声を代弁して拘束されている3人は投獄されるのではなく、コミュニティへの奉仕活動に従わせるべきだと述べた。BBC の特派員、ダニエル・サンドフォードは彼女たちの扱いは、1967年にロックバンドローリングストーンズのメンバーが裁判にかけられたときに、 作られた言い回しで言うならば、彼女たちは、車輪で引かれる蝶だと感じる多くのロシアの人々に、深刻な不安を与えた。ナジエジナ・トロコンニコは、エカチェリーナ・サムツェビッチ、マリア・アリョーヒナ2012年6月下旬、裁判日程も決定されないまま続いていた3人の、コーチへの懸念が高まり、過剰かつ恣意的な処置への危惧から、公開状が作成されることになった。 この公開上には反対性運動に連なる主要な人々が署名しただけでなく、プーチン支持者として知られる映画監督、ヒョードルセルゲービチ・ボンナルチュクや、プーチンの再戦運動のビデオに登場した女優、チュルパン・ハマートバと俳優、エフゲニー・ミローノフまでもが穴を連ねた。ロシア映画人同盟の代表であるニキータ・タミハルコフはインタビューに答え、彼女たちに反対する立場から、 この公開上に署名すると述べた。2012年7月、社会学者アレック・ディ・エプシテインが3人を支援するためにロシアの芸術家多数の作品を集めて編集した。プッシー・ライオットゼ税を出版した。3人の女性たちの裁判は、モスクワのハモブニキクの地区裁判所で7月30日に始まった。宗教上の像をないし悪意を動機とする。 組織的集団によって実行された、事前に準備されたフーリガン行為の罪で訴追された3人は、最長7年の懲役に処される可能性がある。7月上旬に、モスクワで行われた、世論調査では、回答者のほぼ半数が裁判に反対であるものの36%は、裁判を支持しており、残りは態度を決めかねているという結果が出た。被告たちは無罪を主張し、 意図的に法を犯す抗議を行ったものではない、と述べた。7月31日、イギリスの日韓紙、フィナンシャルタイムズは、社説を出し、被告たちは、すでに、これまでに受けた、無語い仕打ちのために、国際的にも特別な大事件となっていると論じた。被告たちは、以下のような多数のミュージシャンたちからの支持表明を、受けている、ケイトナッシュ、レッドホットチリペッパーズ、スティング、 ピーター・ガブリエル、コーナーショップ、フェイス・ノー・モア、フランツ・フェルディナンドのアレックス・カプラノス、ペット・ショップ・ボーイズのニール・テナント、パティ・スミス、ビースティ・ボーイズ、リフューズド、ゾーラ・ヤソ、ダイ・アントワード、ジャービス・コッカー、ピート・タウンゼント、ザ・ジョイ・ホーミラブル、ピーチーズ、マドンナ、ジェネシス、ティーガン・アンド・サラ、ジョニー・マー、コートニー・ラブ、イー・ロ・ランタラ、プロッポ・ガンディ、アンタイ・フラッグ、 コリーヌ・ベイリー・レイ、キャスリーン・ハンナ、ブョーク、小野洋子。イギリスのコメディアン、スティーブン・フライヤ、元コメディアンで、アイスランド、レイキャビック市長 JN ・ノルモ・バンドへの支持を表明している。ドイツ連邦議会の議員有志121名は、ウラジミール・グリーニン在ドイツロシア大使に、拘束されている3人を支持する、胸の書簡を送った。この書簡は、 彼女たちに対する処遇が等を支持し,した過剰なものであると述べている。2012年8月9日、プッシー・ライオットを支持する400人がベルリンで鮮やかな色の目出し帽をかぶって行進し、バンドへの支持を表した。同様のデモは小規模ながら、モスクワでも行われ、8月15日には逮捕者4人が出る騒動となった。8月17日、モスクワの裁判所は、 被告となっていた3人に禁錮2年の実刑判決を言い渡した。残る2人のメンバーは国外に逃亡したことが分かっており、警察が捜査を開始したことが伝えられた。控訴審判決はモスクワ市裁判所で10月10日に行われ、エカチェリーナ・サムチェビッチに警備員に取り押さえられたために、祭壇でパフォーマンスをすることはできなかったと認定して、 執行猶予2年を言い渡し、エカチェリーナは釈放された。残る二人は、コースを棄却し実刑判決を維持した。釈放されたエカチェリーナは、CNN のインタビューに答え、今後も、プーチン大統領への抗議活動を続けると述べた。弁護団は、欧州人権裁判所への提訴を検討していると、報じられている。2016年2月3日、チャイカの ミュージックビデオが発表された。展示総長のユーリチャイカを題材とした同曲は、TV オンザレディオのデイブ・シーテックがプロデュースを手掛けた。DJ のスクラッチ、ホーンのサンプル、重厚なドラムで組み立てられており、普段の彼女たちのパンクスタイルから遠ざかった、ヒップホップよりのプロダクションに仕上がっている。同年10月28日、メイクアメリカグレートアゲイン、ストレートアウトバギナ、 オーガンズの3曲を収録した EPXXX が発売された。同作はウェブサイトピッチフォークメディアで6.6点の評価を得た。ありがとうございます。